IMP のサインセッションがやばすぎた。メンバーの個性爆発。CDTV ライブライブ、ステージ上では見られない、メンバーの素顔が垣間見れる貴重なサインムービーも必見です。IMP が CDTV ライブライブに出演し、待ちに待ったサインセッションがファンに披露されました。この瞬間は多くのファンにとって、IMP メンバーの舞台外での個性を垣間見る貴重な機会でした。普段、 ステージ上で圧倒的なパフォーマンスを披露する彼らのサインは、それぞれのキャラクターやバックグラウンドを反映し、さらに彼らへの愛情を深める瞬間となりました。特に、今回のインスタ限定で公開されたサインムービーは、ファンの間で大変な話題となりました。なぜなら、IMP のメンバー一人一人が、自身の個性をサインに込めてファンに届けるという、舞台上でのパフォーマンスとはまた違った形で彼らを感じられる機会だったからです。 ステージの光やカメラの前では見せない、舞台裏でのリラックスした一面を垣間見れるこのサインムービーは、ファンにとって何よりも特別なものとなりました。IMP は今回、バムブーという曲を披露しましたが、この曲は彼らの最大のダンスナンバーの一つとして知られています。高速で緻密なステップ、息の合った振り付けは、視聴者を圧倒し、瞬く間に画面に釘付け気にしました。 IMP のメンバーはそれぞれが卓越したダンサーであり、その技術と一体感がバムブールで完璧に表現されています。ダンスだけでなく、歌唱力やパフォーマンス全体においても、彼らはファンの期待を大いに超えました。ステージ上の彼らのエネルギーと自信は、まるで彼ら自身が音楽と一体となっているかのようでした。また、ファンにとってサインというのは単なる記念品ではなく、それ以上の意味を持っています。 サインはアーティストの存在をより身近に感じられるものであり、その裏に込められたメッセージや思いを感じ取ることができるからです。今回、影山拓也、佐藤渡良、元井俊介、椿大河、鈴木大河、横原由紀、松井湊が次々とサインを披露しましたが、それぞれのサインには各メンバーのユニークな要素が見られ、ファンにとってはまた一つの宝物となりました。例えば、 佐藤新のサインには彼の個性がしっかりと反映されており、彼の柔らかな性格やファンへの思いやりが伝わってきます。特に今回、ひらがなで、佐藤新たと書かれたサインは、多くのファンから、かわいいと絶賛され、そのシンプルで優しい雰囲気が彼自身の魅力をさらに引き立てていました。さらに、佐藤新は平野翔からの影響を受けていると言われることが多く、彼自身もその影響を認めています。しかし、 それと同時に彼は自分自身の道を歩んでおり、平野から学んだ要素を取り入れつつも、独自のスタイルを確立している点が非常に印象的です。彼のパフォーマンスには、確かに平野の影響を感じさせる部分もありますが、彼ならではの繊細さや情熱が垣間見え、見るものを魅了します。IMP のメンバーそれぞれが持つ個性は、サインやパフォーマンスに限らず、ファンとの交流を通じて一層際立っています。 彼らは決して完璧なアイドルを目指しているわけではなく、自分たちの弱さや成長過程もファンに見せることで、より人間らしい魅力を持っています。横原由紀のサインには、可愛らしいイラストが添えられており、これもまた彼の遊び心やファンを喜ばせたいという思いが込められています。ファンからは、可愛いとの声が多く寄せられ、そのサインがまた彼らしい一面を表現しています。 今回の CDTV ライブライブでのサインセッションは、ファンにとって単なる一回限りのイベントではなく、彼らと共に過ごした特別な時間として長く心に残ることでしょう。IMP のメンバーそれぞれが、音楽やパフォーマンスを通じて自身の個性を表現し、それをファンに伝える力は素晴らしいものです。これからも、彼らがどのように成長し、ファンと共に歩んでいくのか、その一歩一歩が楽しみでなりません。 IMP のステージパフォーマンスと舞台裏での姿は、まさに音楽と人間性が交差する瞬間でした。彼らがどのようにしてその独自のスタイルを確立し、ファンとの絆を深めていくのか、その未来には無限の可能性があります。そして、ファンにとって彼らのサインやパフォーマンスは、単なる娯楽ではなく、彼らと共に成長し、感動を共有するための重要な瞬間となっています。 ファンは今回のサインムービーやパフォーマンスを通じて、IMP の新たな一面を知ることができました。彼らの音楽はもちろん、舞台裏での素顔や、ファンへの深い愛情が伝わってくる姿勢は、今後も多くの人々を魅了し続けることでしょう。IMP の人気は、ステージ上の華やかなパフォーマンスだけでなく、ファンとの深い絆にも大きく支えられています。 今回の CDTV ライブライブでのパフォーマンスとサインセッションは、まさにその絆を象徴するものでした。ファンはただパフォーマンスを楽しむだけでなく、IMP のメンバーそれぞれのキャラクターや心の温かさを感じることができたのです。特に、ファンの間で注目されたのは、サインの細部にまで込められた思いや遊び心でした。IMP のメンバーは一人一人が異なる個性を持っており、 それれがサインンンやファンとのコミュニケーションに現れています。例えば、椿大河のサインには、彼の少しお茶目な一面が垣間見え、ファンを楽しませる工夫が感じられました。彼のサインは、シンプルながらも力強さと遊び心が絶妙に融合しており、ファンにとって大切な思い出の一部となったことでしょう。そして、元井俊介や鈴木大河もそれぞれ独自のスタイルを持っており、 彼らのサインにもその個性がしっかりと反映されていました。元枝は真摯な性格がそのまま伝わるような丁寧なサインを披露し、鈴木はクールな外見とは裏腹に、温かさと優しさが感じられるサインでファンを驚かせました。このように、IMP のメンバーそれぞれが自分自身を大切にし、ファンとのつながりを重視している姿勢は、ファンにとって何よりも嬉しいものです。また、 ファンがこのように IMP の細やかな気配りや個性に感謝し、応援し続ける理由の一つに、彼らの真摯なファン対応があります。彼らは単なる、アイドルではなく、ファンと共に成長し、夢を追いかける存在として共感されているのです。これは、他のアイドルグループとは異なる IMP の魅力の一つであり、ファンは彼らと共に喜びや感動を分かち合うことができるのです。特に今回のサインセッションでは、 ファンが感じる IMP への愛情が一層深まりました。影山拓也のサインには、彼のリーダーシップと責任感がにじみ出ており、その一筆一筆に彼の熱意と真剣さが込められていました。影山は、常にグループの中心としてメンバーを引っ張ってきた存在であり、彼のサインはファンにとって、共に歩んできた証とも言えるものです。彼のサインは、見た目以上に深い意味を持ち、 ファンはその裏に隠された思いを感じ取ることができたのではないでしょうか。ファンとの距離を縮めるために、IMP はこれまで数々の工夫をしてきました。今回のインスタ限定サインムービーもその一つであり、ファンに対する彼らの感謝の気持ちを表現するための試みでした。これに対し、ファンは IMP に対して深い感謝と愛情を示しており、彼らとの絆がさらに強くなったことは言うまでもありません。 インスタでのサインムービーは、単に映像としての価値だけでなく、ファンとの、心の交流の場としても機能していました。こうした IMP の取り組みは、音楽業界全体にも新たな潮流をもたらしています。かつては一方通行であったアーティストとファンの関係が、今ではよりインタラクティブで双方向的なものとなりつつあります。特に SNS を活用したファンとの交流は、現代のアイドルにとって必死の要素となっており、 IMP はその点で非常に先進的なアプローチを取っていると言えるでしょう。彼らはステージ上の輝かしいパフォーマンスだけでなく、こうした細やかなファン対応を通じて、ファンとの絆を深め続けています。これからも、IMP がどのような形でファンと共に歩んでいくのか、彼らの未来は明るく、期待に満ちています。彼らは、ただ音楽を提供するだけではなく、ファンとの心のつながりを大切にしながら、 自分たちの道を切り開いていてくことでしょうファンにとって IMP は単なるアイドルではなく共に成長し感動を共有する仲間のような存在です。そして IMP はその期待に依頼これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。